近年、中国の台湾に対する異質とも取れる行動は、西側諸国でも懸念材料になっています。香港の弾圧で、イギリスやオーストラリアも目が覚めたのでしょう。今回は、日本にアメリカ軍ミサイル追跡艦が配備、詳しく見ていきますね。中国の動きは、北京オリンピック以降変化します。世界的にも戦術が変化していますし、以前のような防衛力では太刀打ちできない状況です。国会議員の方は、みんな知っているのでしょうか？不安だな。2021年も終わりに近づいているが、今年も台湾に向けた中国の武力による威嚇行為は何度となく繰り返され、特に台湾防空識別圏への中国軍航空機の相次ぐ侵入は、9月に1日あたりの最多数を記録するなど、激しさを増している。そうした状況下、先月11月の中頃には、中国海軍の2隻の071型ドック型揚陸艦が、沖縄の与那国、島と台湾間の海峡を抜けて、台湾東方にあたる、ガレン沖に進出、あからさまに、上陸作戦を模した、軍事演習を行ったことが、報じられた。この2隻の071型ドック型揚陸艦が観光した、軍事演習の内容については、詳しくは報じられておらず、日本側としては、与那国島に配置された陸上自衛隊の湾岸監視の部隊が監視体制を敷いていたと思われるが、防衛省からの発表も今のところはない。この件が注目を集めているのは、2隻の中国海軍の071型ドック型揚陸艦が進出した海域が台湾東方のカレン沖だったことが大きく、あるが、正攻法ならば選択されない場所だとみなされてきた。そのため、台湾側は、東部のカレン、および岡山にある空軍基地は、万が一の場合でも、中国軍が武力侵攻を行う際には、第一波の攻撃は行われない位置にあるとの認識が多数を占めていたが、今回の件は、その常識を覆す可能性を示唆している。中国海軍の071型ドック型揚陸艦は、基準排水量 18,500 トン、満載排水量 25,000 トン、全長210メートル、全幅28メートルの艦体を持ち、最大で、大型の輸送用 Z8 ヘリオ4機、726型エアクッション用陸艇を4隻収容可能である。この071型ドック型揚陸艦は、中国海軍の最新鋭の075型強襲揚陸艦が今年4月に就役するまでは同国海軍で最大のよう陸艦のポジションにあった艦艇であり、2007年か2020年にかけて全8隻が建造されている。071型ドック型揚陸艦は中国の海兵隊にあたる海軍陸戦隊の兵員500名から800名、また装甲車両も15両から20両を収容可能と言われており、それらを先の Z8 ヘリや726型エアクッション用陸艇を用いて敵前上陸させる能力を持つ。ちなみに、Z8 ヘリのベースは、もともとは、フランスの首都アビアシオン社が1960年代に製造、同国の海、空軍で導入された、大型ヘリコプター SA-321 シュペルフルロンで、これを中国が国内生産したものだが、本国ではすべて退役、退役済みだ。中国が、このフランス首都アビアシオン社製の SA-321 シュペルフルロンを輸入したのは1970年代後半だが、この時期に、こうしたフランスをはじめとする、西側諸国は、多くの兵器を中国へ輸出しており、その軍事力強化に、手を貸したと言えるだろう。また、
今回の件の前月にあたる2021年10月には、中国陸軍の偵察及び攻撃用のジェット19ヘリの洋上での飛行の様子を収めた映像が公開されるなど、中国軍が台湾侵攻に向けて多様な兵器を投入可能であると、その装備を見せつけている。実は、このジェット19ヘリのベースとなっているのはジェット9ヘリであるが、こちらも、フランスの現、ユーロコプター社製の AS-365N ドーファンアイアイヘリを中国がライセンス生産した機体であり、その意味でも、フランスの中国への関与は濃い。中国陸軍としては、YJ-62 対艦ミサイルの新型と、おぼしき車両搭載型の兵器を、洋上に向けて見にする、軍事演習の映像を、2021年11月に公表しており、飛翔速度は、亜音速とはいえ、有効射程は、400km ほどに達すると見られている。このため、この YJ-62 対艦ミサイルを沿岸部に配置すれば、台湾海峡までを、火力射程内に収めることが可能であり、有事の際に、台湾に接近しようとする、アメリカ海軍の艦艇にとって、決して無視できない存在の兵器だと言えよう。それを裏付けるかのように、アメリカ海軍全体で、2隻しか存在しない、ミサイル追跡艦のうちの1隻で、かつ、最新鋭艦の、ハワード、O、ローレンツェンが、長崎県の佐世保のアメリカ海軍基地に寄港していたことが、判明している。ハワード、O、ローレンツェンは、満載排水量 12,575トン、全長約163メートル、全幅、約27メートルと大型の駆逐艦に匹敵する艦隊を持ち、搭載する各種のレーダー類によって、敵のミサイル兵器の情報収集を行う特殊な艦艇だ。ハワード、O、ローレンツェンは2012年に就役しているが、前述のように、このようなミサイル追跡艦は、アメリカ海軍といえ、どわずかに2隻しか保有しておらず、もう1隻は、1987年に就役したインビンシブルのみである。これまでは、こうしたハワード、O、ローレンツェンなどのミサイル追跡艦の主任務としては、北朝鮮の弾道ミサイルに対する監視とデータ収集が中心と見られてきたが、近年では、対中国への警戒にも使用されているのだろう。ハワード、O、ローレンツェンには、そのミサイル追跡艦としての任務の特殊性から、総監自体を担う、アメリカ海軍の兵員以外にも、民間人の技術者を乗務させていると言われ、その合計数は90名弱だと見られている。艦艇の規模を考慮すれば、この90名弱という、乗組員総数は、かなり少ないようにも感じられるが、兵装を装備していない、特殊な艦艇につき、運用人員も、最低限で構成されているのではないかと、個人的には思える。台湾をめぐる、中国とアメリカの牽制、駆け引きが続く中で、中国が、積極的に、武力侵攻による、統一を仕掛ける公算は、発生するであろう損失を考えれば、現在でも可能性は、薄いとは思えるが、アメリカの方向性は、気になる部分だ。2021年12月現在、ウクライナでは、ロシア軍の侵攻の可能性が高まっているが、NATO、及び、アメリカは、NATO 加盟国ではない、同国の救援目的で、軍事力を行使することは、ないと見られており、今回も、ロシアの政治的勝利に終わる公算が高い。中国側も、こうしたアメリカの、世界的な軍事プレゼンスの低下を見越して、台湾を、香港同様の一国二制度の名目で自国が統治することを認める方向に持っていこうとしているように見え、日本としても他人事ではないだろう。ウクライナ問題への対応は、仮にロシアが軍を進めれば、アメリカとしては経済制裁を科すということに集約されそうだが、インドがロシアとの経済的、
軍事的連携強化を表明したように、アメリカの意向が、かつてのような強制力を持たないことは、間違いない。台湾サイドでは、11月の中国海軍の2隻の071型ドック型揚陸艦による、軍事演習を受けて、日本の南西諸島も、同国の下連から、わずか、150km ほどしかないと、その危機感を伝えているが、今後の日本の対応も問われることになるだろう。非常に奇妙なことに、前アメリカ大統領のトランプ支持を打ち出している、日本の一部からは、ロシアのプーチン大統領とトランプとは盟友であり、ロシアの行いは正しいとの声が聞かれるが、全く、もって理解に苦慮する、意見だとしか思えない。